セルソ・ファビアン・ウォルティス・ガマーラは、パラグアイア・スンシオン出身のサッカー選手。リーガ MXCF ・モンテレー所属。ポジションは MF。2007年にセロポルテーニョのトップチームに昇格し、プロデビュー。2009年8月にエール・ディビジで、初優勝を果たしたばかりのエイジ・アルクマールと契約。2010年1月に5年間の延長契約を、締結。加入後数シーズンは、 出場機会獲得に苦しんだものの、2013から14、シーズン以降は、主力として活躍した。2016年6月、AG ・アルクマールとの契約満了に伴い CF、モンテレと契約。2019年は、コンカカーフチャンピオンズリーグ2019で優勝し、FIFA クラブワールドカップ2019に出場。 準決勝でリバプール FC に敗れるも3位入賞を果たした。2009年にエジプトで開催された 2009FIFAU-20 ワールドカップに U-20 代表で出場。翌2010年9月4日の日本戦でフル代表初出場。以降2016年のコパアメリカセンテナリオやコパアメリカ2019といった主要大会にも出場した。 ありがとうございます。